ダイヤモンド沖縄は、琉球海運が運航していた、老老貨客船。後に、クルーズ客船に改装され、ニューユートピアとして就航した。琉球海運3隻目の老老貨客船として、小道造船で建造され、1975年に、那覇鹿児島航路に就航した。沖縄国際海洋博覧会の来場者輸送のため、 1975年7月20日から9月1日には、那覇振興から博覧会会場近辺の戸口振興館で特別運行された。1982年、赤光汽船系列の西日本商船に売却され、ニューユートピアとなり、チャーター客船に改装された。1990年に同系列の日本クルーズ客船の所有となった。1997年に、 IHIIOE 工場で掲載された後、2002年5月、チェジュ島でホテルシップとして使用するため、韓国へ売却された。右元選手及び、船尾の2カ所にランプウェイを装備していた。選手右のランプは、1985年の改装の際に撤去された。1988年9月27日、22時31分ごろ、 韓国のインチョン港から神戸港に向かっていた元船は関門海峡を通行する際、先行船を追い越そうとしていたが、複数の反抗船が接近したためこれを断念、左台一杯を取り、全速力行進をかけて接近していた最後尾の反抗船をかわしたが、彦島に攻守して進行したため、 約8ノットで山底伸び灯台の北方約980メートルの地点の輸送所岸壁へ衝突、選手部を乗り上げた。選手弦が前方から約70度の角度で衝突。本線は選手部外反に軽微な応酬を生じ、岸壁は約9メートルにわたってくさび状にえぐられ、周囲が幅約17メートル奥行き約15メートルの範囲で損壊した。 事故発生当時、天候は晴れで、風力2の北東の風が吹き、潮港はほぼ高潮時で付近には約4ロットの清流があった。事故原因は、複雑な潮流があり、河口幅の狭い関門航路を投降中、船舶が服装する状況で、先行船の追い越しを試みたため、他の通行船と安全に変わり行く余地を失い、岸壁に後手進行したため、とされた。 ありがとうございます。